はい、皆さん、マイドマイドはい、今ね、男性のカットほぼ終わり、油水で戻ってきて、シャギ入れの忘れちゃったよ。んで、今、今から入れてんだよ。まあ、こういう手つきでね、簡単に入れていくんだけどね。これ10%センニングでやってるね。これね、一回一回髪の毛触りながら髪の毛の厚さをね、感じながらセンニング入れてんだよね。ただね、めくらめっぽ打ってるわけじゃないのよ。で、髪の毛薄いなと思ったとこはね、ハサミ入れないの。まあ、後半になると入れなくなるかな、触ってるだけでね。 今ちょっと多いなと思うから、どん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 ね、触って入れていくるんだけどね、10%センニングでね。これまあ慣れの問題でね、これ30%だ20、20%でやったらなくなっちゃうからね、がね。若い方はね、運動神経とかね、モノマネする能力が高いからね、こういうね、ところだけ見て真似しちゃダメよ。やっぱりね、10%センニングで一回一回触りながら、正確に一応空いてんのよ、慣れてるから。本来ね、シャンプーする前にね、好きやいのにね、だから忘れたっつうんだよ。<laughs> シャンプーしててもね、あれ、2回洗ったんかな、これ1回目かなってね、分かんなくなる時あるんだよね、髪の毛綺麗だったりするとね、<laughs> それこそね、あれ、コンディショナー、したかなとかね、忘れちゃうんだよ、なんだかよ違うこと考えてるとよ、みんなどうよ、若い人はね、忘れねえと思うけどね、ご年配のお店の先生とかね、どうですかはい、ちょっと時間が待ったんでね、はい飴玉さ、山盛りにしてるみんなのところ、ごっそり。 ねえこれ少なくするとさケチっぽくってさまずそうなんだよね今これうちねああ袋のお入れちゃんのめんどくさいからね揚げ底ねえこれをさこ,このぐらいちょぼちょぼと入れるとまずそうでしょこれまずそうでしょこれこんな入れ方するとどうよこれねっていうのはねごっそり入れるといいよねまあサービスなんだからどうでもいいって言えばどうでもいいんだけどねいやでもやっぱりどうせ置くなら美味しそうに見えた方がいいよね あー揚げ底してこうやっていっぱい乗っけていくんだよねまああぜげ蔵庫にしなくてもいいんだけどねまあどうせだったら美味しそうに見えた方がいいよねはいお疲れ様でした